ました。ビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様元気ですか？元気だ。さあ、お二人にお伺いします。はいよ。童話三匹の子豚はご存知ですか？はい、もちろん知ってますよ。どんなストーリーだったでしょう？どんなストーリーだって長いね。大体普通何に住みたいですかっていう話じゃない。弟がなんちゃらで、真ん中の子がなんちゃらで、そうそう。藁の家壊れちゃって、木の家壊れちゃって、レンガが残ったっていう話だったんですけど。全部自分で言ってくれてありがとうございます。クイズだったのに。クイズだったのに。そうだよな。ということで、まず最初にご紹介するのは、レンガ住宅を中心にお客様のお好みに合わせたデザインを組み合わせて、世界に一つだけの家作りをしています。こちらの企業様です。誰もが一度は憧れるマイホーム。しかし、長いローンと維持費、土地やデザインなど、なかなか自分が理想とする家を建てるのは困難を極める。さらに、ローンを払い終えた頃には、建てた家も老朽化し、子供や孫に資産として残すのも難しいのが現実だ。そんな中、依頼者の理想の家を実現させることをモットーに、購入者からその子供、孫の代まで引き継がれる家作りを行っている男たちがここにいる。株式会社スタイルカンパニー代表取締役吉岡信久、一級建築士、美術学習士水野康彦、専務取締役吉岡和也。スタイルカンパニーでは、住んでいて楽しい、元気になる、癒されるを家づくりの重要な要素とし、入居者が理想とする家を実現させている。そしてデザイン性と耐久性を備えた資産価値の高い家づくりを行い、そこに住んでいる家族、その子供から孫、さらにその次の代まで幸せな生活を送れるように日々家づくりを行っているのだ。今回はそんな理想を現実に変えるプロフェッショナル3人をゲストに迎え話を聞いた。日本の住宅よりもまず輸入住宅だっていうのが我々的にはちょっと憧れだったりしますよね。そうですね。かわいい住宅が建てたりするとね、はいはい、いいなって思います。やっぱりそこに惚れ込んだというのかな。そうです。まだね、アメリカにニューヨークにツインタワーが建ってる頃に旅行に行ったんですよ、はい、で友達の家に泊まってたんですけれども、そこの家がね築60年なんです。でそのすごく綺麗な団地で、周りは築60年もあれば70年もあれば築100年の住宅もあって、本当に私たちが感じるこう日本の家で築60年って住めませんもんね、うん、ちょっと風がね、隙間風が入ってきたりとか、はい、すごく綺麗で、うん、そしてまだ10年ぐらいしか経ってないんじゃないかなっていうような感じだったんですね、うん。でアメリカの場合は買った時よりも高く売れるもんですから、この秘密って何だろうかっていうふうに思いました。買った時より高く売れるっていうのは最高なことだね、はい、日本だったら立地条件が良ければそうかもしれんけども、うん、高くは売れないですよ ね、 そうですね。現状維持何十年で現状維持が最低やっぱり下がったところで買えるんだけど、向こうは高く売れる。そうアメリカの場合はですね、物価指数よりも住宅のこう販売価格って上がるんですよ。そういう機構になってるんです。でそうなんですか。そのためにはやはり耐久力のある素材とか、うん、やはり耐久力のあるデザインが求められるわけですね、うん、それが叶って初めてその物価指数よりも高く販売できる資産価値が上がるわけなんですよ、うん、ですからそういうものが日本になかったので、うん、そういうものを日本で作りたい。すごいですよね、うん、日本人にそういう、だって日本ってほらかなり文化も高いじゃないですか、はい、しかし住宅に関しては30年ぐらいしか持たないですね、うん、30年建て替えていくんですけれども、そうではなくて欧米のようにですね100年200年300年持てるような家が作れたらなと思っておりました。ですからお金はなかったんですけど、アメリカやカナダ行きましてね、向こうの経営者の方たちとかに本当にお世話になって勉強させていただきました、うん。例えば日本の家だったら30年で建て替えなきゃいけないだとか修正しなきゃいけないだとかって、またお金かかって一生で一生分のローン買ってやってるんですけどね。でもそれじゃあ魅力が確かに
そうですね、ないよね、僕はそれで家いらないなんつって言ってたんだけども、うん、そうなんですよ。だから日本の場合はもう代々住宅ローンを受け継いでいくので、うん、だから幸せになれないんですよ、ね、なれないですよね、うん、そこはね、この国はこの国はね、海外だから、だから価値が上がっていくんだよ、うん、なんか新しい発見でした。そんなことってありえるんだなと思って。そうなんですよ、はい、そうすると代々引き継いでいけたりするわけだよね、うん、そうですね。例えばオーストラリアだとね、うん、ヨットの保有率が世界一なんですよ。へえ、ヨットね、あそこの海のね、うん、だけどその平均収入って日本と変わらないでぐらいなんですね、うん、それはやっぱり家がなんですよ。あ、例えばある人があのレンガの立派な家を作るでしょ、うん、でそこに子供が生まれるんですよ、うん、で彼はね、友達が来ると、うん、お前の家かっこいいなって言ってくれるわけですよ、うん、でその家が大好きになって、うん、でその家から学校も通い、その家から勤めにも行く、うん、で彼は恋をして結婚するんですけれども、うん、そこを少しリノベーションして親と一緒に住むわけですね、うん、まあ、区切ってですね、うん、でそうすると家がありますから自分で稼いだお金で何をするかっていうと別荘を買うんです、うん、夏や冬の別荘を買うんですね。でそこに子供が生まれます。でその子供は家も別荘もあるのでヨットが買えるんです。なるほど。はい、こういう生活をねしてほしいなと思いますよね。日本にはない発想ですね、うん、そうですか。ライフだろ、だって引き継がれていく、うん、毎回毎回自分たちで買って同じ人生を送っちゃうとさ、うん、ちょっとつまらないものがありますよね。そうですね、苦しすぎますよね、うん、いやでもそれこそ日本にはない文化だからこそ、うん、そういう素敵な発想があってもさあいざ日本でやろうってなった時、うん、大変じゃないですか。大変でしたよ。そうですよね、分かってくれないですね、みんな、はい、認知がないですから。ですから一番最初に注文いただいた時に、実はね、まあ、3000万でお家を建ててほしいって言われたんです。でお願いして、僕1000万出しますから、あの4000万でお家を建てませんか、その代わり僕の好きな家を建てさせてくださいってお願いして、また借金しちゃったんです。あ、そうですか。でもね、そのお家ができてアメリカの NHK とかがあの取材に来たりしましてね、それで少しずつ仕事が増えていったんですけれども、うん、でもまああの今から6年ぐらい前ですかね、うん、あの彼が言うんですよ、うん、でも仕事はそんなに増えていくわけではないので、うん、給料が3万円ぐらいしかあの出せなかったんです、ね、私も4年ぐらいの間あの給料なしで働いてましたので、ですから彼がもう僕は結婚もできないし、うん、こんな仕事やめようよって、うん、あの言うんですね、うん、でももう1年だけ俺に時間欲しい、一生懸命頑張ってみんなで営業すれば、うん、なんとかお客様が振り向いてくれるかもしれないということで、でもそれで 6件の契約をいただいて、それからこうだんだん順調になっていきました。で結婚もできました、うん、あら、おめでとうございます。いやだからギリギリのところの選択だぜ、うん、これな、ね、それで粘った甲斐ありましたね、うん、そこで。そうですね、それで6軒で自分の思ったような憧れの家っていうものが建てられてね、うんうん、現在数多くの家作りを行っているスタイルカンパニーだが、中には一風変わったこだわりを持つ依頼者もいるようだ。最近作った中でね、ドイツに住む予定だった方が、あのたまたま日本にこう住まなきゃいけなくて、うん、でうちに訪ねられたんです。日本人の方ですけれども、うん、で最初はあのファンキーな魔女の住むお城を作ってほしい。面白いファンキーな魔女夢ありすぎみたい、はい、夢持ちすぎみたいそういう、うん、そういうお客さんも多いんですよ。独創的だな、いいね、なんかフランスで仕事して若い頃仕事して来られた奥様は、はい、ムーランルージュが好きなんです、はい、パリにあるムーランルージュっていう劇場ですね、あのカンカンの、はいはい、フランスの紅茶が好きだってことで、トラディショナルプラス毒を入れてほしいそうだ、毒が必要なんだ、はい、実際完成したものを、ね、見てみたいですね。すごいですよ。 あと和太鼓の奏者の場合はですね、はい、奥様がピアニストで、うん、やっぱりフランスの曲が好きなんで、主題はドビッシー、うんうん、フランスの曲ね、ドビッシーをイメージしたお家を作ってほしい、難しいですね、ね、彼はそれをこなしていくので、でもお聞きするとあの、はい、ご神さんも和太鼓の奏者なので、うん、全然あのヨーロッパのクラシック音楽とは縁が接点もないんですけど、うん、どうも逆にあの家にいるときは和を忘れたいと、
この辺が奥様と意気投合されまして、今うまい具合に設計中なんですけれども進めてます。そうやって夢のあるさ、なんていうのかな、自分家で遊ぶみたいな、そういう形じゃない、設計から建てる段階から、それから今度住む、ね、非常に楽しいですよね。やっぱそうじゃないとダメですね。そうですね、やっぱ楽しいですよ、仕事も楽しいですよね、そこに住むもいいもんね。でも水野さんはそういう難題をお客様からぶつけられるわけじゃないですか、それを具体的に設計図として立ち上げていくの、とっても大変ですよね、きっと。正直なところ大変なんですけれどもとても刺激的でやりがいがあります。ぜひ和也さんにもお話を伺いしたいんですが、他にも住宅メーカーさんってたくさんあると思うんですけども、ここがうちの強みだぞって思うところ、どんなところですか？はい、先ほどですね、社長が話したように材料とか設計ももちろんそうなんですけれども、それも他にもないものであって、ただ我々はですね、私って3代目になるんですね、なので、私たちの次の世代も、我々の子供、あと私4人兄弟なんですが、4人兄弟の誰かの子供が後を継いでいくんです。ですので、地域で、お客様の家を守っていくというところが、なかなか難しいのかなと、他のところとは違うかなと思います。続いては、これまでにスタイルカンパニーが建築した住宅、現在建設中の住宅について聞いた。ブルージュです。わー出た、かわいい。日本にこういうお家ないですね。こまちを愛知県に今度作ろうと思ってるんですけどね、はあ、何軒かお家がこう連なってる、そう、ね、住宅街。これは賃貸なんですけど、真ん中に診療所がありまして、1階がバリアフリーで低層でお年寄りが住んで、2階に若い人を住んでもらおうという、もう1000坪くらいの小さな土地ですけど、はい、実験的にミニタウンを作って、こういうコミュニティが増えていくといいなという。ね、日本も変わりますね、こうなってくると。変わります。愛知も変わりますね。変わります。かわいい。アニメの世界みたいな。そうだよ、そういうことだよね。あ、おしゃれ。いいね。設計図がもう、なんていうのも、カラフルだし、見てて楽しくなる。絵だしさ。へえ。すごい。今はこんな模型を作りながらね、お家を作ってます。模型。ですね、一つこれですね、子供も喜んじゃう、ねえですね、いかがですか？わあ、この屋根の色ですか？レンガをいろんな色使ってるの、ね、屋根はフランスの瓦なんですよ。そうなの、使ってます、やっぱフランスの瓦が、ね、世界で一番いいんです。あ、そうなんですか？日本じゃなくて、やっぱりこういう色、耐久性だとかそういう色の面で、はあ、素敵。先代の負債を抱えながらも理想の家作りを追求し続け、現在テレビや専門誌など多くのメディアから取材を受けるまでに会社を成長させた代表の吉岡信久。そんな男が心に留める格言とは？いい人であれ。そんなふうに思ってます。理想です、その心は。その通りですか。僕たちがですね、息子もそうなんですけど、アメリカやカナダで本当にお世話になりました。で、向こうの経営者たちの方たちですね、かなり大きな企業もあるんですけれども、いい人が多いですね。こういう建築に携わってる方々っていう ね、カナダのある会社の方なんですけれども、年商が3000億ぐらいの会社の社長さんと食事をしたことがあったんですね。で、副社長さんもよく知ってて、で3人で食事をしてたら、その社長の友達が入ってくるわけですよ。で、すごいメンバーで食事してるなって言うんですね。だってほら、年商3000億の会社の社長と副社長がいるの で、僕に指さして、誰なんだ、紹介しろよって言うわけですよ。だから、その方がこんな風に言うんですね。彼は日本から来た経営者なんだ。だけど、今残念ながらお父様の会社を立て起こしてる最中なんだ。で、自分は19の時にバンクーバーで、会社を起こしたんだけれども、その時に日本に行って勉強しようと思わなかった。でも彼はすごい難しい状況の中でもバンクーバーに来て勉強しようとしてるんだ。将来きっと立派な経営者になるから、その時に改めて紹介させてほしいけど、どうだ。かっこいいよね。かっこいいです。そんな経営者になりたいなと思いましたね。いい人。なんか
ジーンとくる。私もなんかちょっとそれはもうたまらない。最後にいいお話を、はい、お伺いできました。ありがとうございます。ますますこういう街が増えるようなことを期待しております。今後ともよろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございます。どうもありがとうございます。私たちには夢がある。美容業界を変えるという夢。美容機器を販売するだけでは何も変わらない。だから私たちが変える。販売するだけで終わらずに販売後も経営支援をする。約束します。誠実な支援を。私たちは知っている。信用こそ力。いつの時代もそれが世の中を変える力になるということ。美容経営者様、一緒に挑戦しませんか。販売後も経営支援をする。エストラボ。難しい法律をもっと分かりやすく。法律家もサービス業であるという理念のもと、日本有数の司法書士グループを築き上げた女性がここにいる。司法書士法人コスモ代表社員山口さとみ。住宅購入、起業、相続など人生の節目で必要となる法的手続き、それを担う司法書士として顧客ゼロの個人事業からスタートし、今では全国主要都市に拠点を置くグループ企業にまで成長させた山口。そこにはかけがえのない父へのある思いがあった。さらに今注目を集めているエンディングノートの活用法など山口さとみに話を聞いた。最初からこのお仕事をしようと思ってたんですか？はい、私はもともと海外旅行のツアーコンダクターをしておりまして、はい、そこで旅行主任者という資格試験に出会って法律は面白いなって思ったんですね。旅行主任者という資格試験なんですけど、はい、それでだったらこれに取り組みたいと思って、うん、旅行者を辞めまして、昼間は法律事務所、夜は専門学校に通うという生活を3年しまして資格を取りました、うん、そこからこの業界に転職をいたしました。はい、それはそちらの方のことがやりたいということで始まったことなんですよね。その資格を取るっていうのは大変なことですもんね。はい、実は私はもともとキャビンアテンダントになりたかったんですけれども、うん、旅行会社というのは第二希望だったんですね。はい、で自分の中ではこう何か失敗をした自分というのがあったんですけれども、法律というものに触れた時に何かこれがこの自分の人生をこう救世してくれる、助けてくれる救世主のように思いまして、だったらこれで再チャレンジしたいなというふうに感じました。はあ、なるほどね。はい、人生分からんの。はい、何か転機があったりとかそういうことですか？はい、資格を取りました後は3年ほど女性の先生のところで勤務をしていたんですけれども、はい、ある日突然父親の命のリミットがあと3ヶ月しかないということを言われまして、最初の2ヶ月というのは本当に一生懸命この民間療法を、ね、探して助けようと思ったんですけれども、もうどうしようもないと思った時に、だったら事務所を持った姿を見せたいってこうまた思い立ってしまったんですね。でそこで本当にお金もないしお客様もありませんでしたけれども、事務所を立ち上げようという一心で平成9年に仕事を立ち上げました。はい、いや思い切りましたね。でもそういう何か大きなことに近づいた時にドーンと出たんですね。うん、打って出たというか、ですから本当に起業しようと思っていたわけではなくて、うん、たまたまその時に見せたいという一心だけだったんですね。そうかそうかそうか。はい、それ一番最初に出会ったお仕事とかって聞いてもよろしいですか？はい、何が始まったのか。当初ですね、やっぱりお客様が全然ありませんでしたので、うん、当時でいう電話帳から、はい、税理士さんの事務所を探しまして、で開業に自転車をお祝いにいただいたので、はい、多分半径20キロぐらいはですね、自転車で飛び込み営業したんですね。ただ最初は全然話を聞いてもらえなくて、多分当時バブル臭がいっぱいでしたので、保険の多分セールスレディーと間違えられたと思うんですけれども、うん、もう間に合ってるからっていうふうに顔も上げてくれないとかですね、うん、結構お迎えに銀行があったんですけれども、うん、もう二度と来てくれるなって言われたりですね、かなり激しい状況ではありました。でもやっぱりセールスさんって大変だけども、その人の感情を害しちゃう時もありますよね。そうですね、忙しいんだって言っててもね、だし、はい、必ずまた来られるしみたいな、
ああ、なるほど。そういう経験されて、はい、でも何かいただいた仕事があったと。はい、そうですね。たまたま、ご訪問させていただいた税理士さんが、従業員さんが私と同じ名前だからっていうことと、それから里見さん、はい、里見さんという方だったんですね。あと銀行がたまたま司法書士を探しているからというふうにおっしゃってくださって、本当に1ヶ月の間に税理士さんお二人と銀行2カ所からお仕事をいただいて、それを最後父に報告できたというところだったんですけれども。はい、ああ、じゃあお父さん安心は、そうですね、そこが一番最初にたどり着くまでって大変みたいですよね。税理士さんのお話も、ね、伺ったことあるんですけども、最初の一番最初のお客様っていうのが、はい、涙出るほど、獲得に大変で、でも涙出るほど嬉しかったっていう、未だにあれが一番なんていう税理士さんにこの間お目にかかりましたけども、そうですね、やっぱり感動ですね。やっぱりそうですか、銀行さんだとかそういう、はいはい、起業されてまず最初に手をつけられたことって何ですか？はいはい、実は大阪の東大阪というところで開業したんですけれども、はい、もう2代目3代目の司法書士さんがひしめき合っていて、なかなかお仕事を本当に取れなかったんですね。はい、でそんな中で会社関係の登記というものをさせていただいていたんですけれども、ある自治体さんからその起業家創業をする方向けのセミナーをやってくれと言われまして、はい、やったことなかったんですけれども、はい、とりあえずチャレンジということでセミナーを始めたんですね。うん、でそこからこう一つのセミナーを聞いてくださった方からこうオファーが連続するような形になり、最後にはその金融機関様で新人さんの新入社員教育というところのお仕事まで頂戴するようになりまして、そこからちょっと広がってきたという感じです。じゃあその1回目が素晴らしかったんですね。もうね、わけも分からず1回目は、ね、はい、緊張感の方が先きますよね。そうですね、当時そういうことをする司法書士というのをまず見たことがなかった。未だに僕ないの、はい、ですのでどうすればいいか分からなかったんですけど、とにかくこの人にこう私は喜んでいただくことが好きなので、分かりやすくというところをね、心がけさせていただきました。はい、そうするとお教えした金工員の方が全国に赴任されていくので、全国に教え子が散らばっていかれるような感じになりまして、はい、じゃあまた先生お願いしますっていう。そうなんです。はい、でそこから全国のお仕事というものを頂戴するようになり、今支店も全国に5カ所あるんですけれども、はい、そういうきっかけになったのもその研修からだったと思います。人の縁がまた呼ぶわけですね。もちろん実力がおありな、ね、はい、方だからそうなんだろうと思うけども、広がっていくもんですね。そうですね、ありがたいです ね、 あ、 ね、はい、あと父を亡くした時の思いからエンディングノートというものも昨年発表しまして、そこからやっぱりその大人の法律周りとか、相続とか遺言とかそういったところも中心にお話をさせていただくようにしています。今ここにあるのがまさにそのエンディングノート。これはどういうふうに見て書いていったらいいんですか？特徴としましては、例えば自分が大切に思っている財産のこととか、それからペットちゃんへの思いとかですね。もともと私が父を見送った時にすごく大変だったんです。預金はどこにあるかとか保険はどこにあるかっていうのをこう探し回った記憶があったので、同じようなことを皆さんがされないようにと思ってこれを作ったんですね。でも実際作ってみると、ここに書こうと思うとですね、どこにあるかってまず探さなきゃいけないところから始まると、実は重要な書類の片付けにつながるなって思いまして、はい、あと書き出していくことによって、例えば大切なお薬なんかを書いておくページもあるんですけれども、そうすると何か緊急でね、逃げないといけない時に、この人はこの薬を飲んでますよみたいにですね、こう命をつなぐノートになったり、心を整理するノートになったりというふうに、こう違う働きがあるなって作った本人がですね、気がつきまして。そうですね、私の歴史まであるよ、生まれた場所、生まれた時の大きさとか、はい、なんか特別な、これでもこれ自体を相続できるね。それすごく嬉しくないですか？これ親父が残していったら、これ、はい、俺の親父こうだったんだとかさ、そういうのもありますね。そうですね、メッセージとしてね。そうですよね、知らないことばっかり、はい、
こう山口さんがさまざまなお仕事されてると思うんですけど、何でしょう、その極意というか、どんな強い思いでやってらっしゃいますか。今やはり女性が経営する司法書士事務所としては日本で一番大きな規模にはなっていると思うんですけれども。あ、そうですか。はい、ただやっぱりこういった相続のところも含めまして、さっきおっしゃられたようにこう年々社会に貢献をしたいという思いもこう生まれてきたので、やはりこう自分のいろんな経験を踏まえた中で皆さんが少しでもこう前向きに生きていけるようなお手伝いをできればなというふうに思っています。今後の目標としてはどんなものを掲げていらっしゃいますか。はい、規模としては一番大きくはなりましたけれども、やはり日本一お客様に信頼される司法書士法人になりたいと思っています。ね、最初なりたい夢が他にあって、で、まあ、お父さんとのね、そういうことも時間的なね、余裕もなくてっていう、本当自分、今の自分は信じられないですね。そうですね、全く思い描いてもいなかったですね。そういった面だとやっぱり人って変われるんですね。そんな山口さんの最後に格言をお伺いできればと思うんですが、常に挑戦し続け、感謝の心を忘れないものだけが幸運を捕まえることができる。ズンときました。そうでしょ。ズンときましたね。本当に、いやいやいや、我々は一緒だから、これからもご活躍を楽しみにしております。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ビジネスブックコレクション、正しい知識を持っていれば世の中の甘い言葉に騙されなくなり、何か勧められたとしても冷静に判断ができるようになります。自分を守るために勉強することをお勧めします。今回のビジネスブックコレクションおすすめの本はこちら、相続税増税、方法によってはもっと下がる相続税。この本を書いたのは田中会計事務所所長、税理士の田中義光さん。え、相続税ってこんなにかかるの？知らなかったでは済まされません。自分の家族の遺産を守るとき必要になる知識を専門家が丁寧に教えてくれている一冊です。それでは今回のビジネスブックコレクションはここまで。さようなら。